ーファイターとガンダムの空中合体、ナレーターのナレーションですね。アムロの指摘した通りだった。ガンダムからGブルにドッキングすると左側がガラ空きになる。この装甲の弱さをいかにカバーするかが今後のガンダムシステムの最重要課題と言えるだろう。このガンダムの左側を見るとガンダムの盾ついてるんですね。ところが右側を見ると腕がむき出しになってる。盾がついてないんですね。ガンダムの盾というのはですね、こう普段ガンダムが左腕に持ってるんですよ。で、こちら側についてるわけですね。だから空を飛んでいてもですね、ガンダムのこの左側は盾で守られてるわけなんですね。ところが右側は体が完全にむき出しになってる。完全にむき出しになっているからですね、ここは防御的に弱いと。ということでですね、富野さんが考えたのが、ガンダムの盾2枚を用意すると。で、2枚を用意して、それぞれを両方の腕に持たせると。これで毎回毎回ガンダムを飛ばそうと。ところが、こんなことをやってるとですね、それまでガンダムの作画で、左の腕だけに盾をつけたガンダム描いてますよね。で、これがバンクとして使えなくなると。言っちゃえばかっこ悪くなるというのもあるんですけど、何よりやっぱ大きいのは、これまでの作画で使ってたシーンがもう使い方ができなくなる。なので、この盾をこんな風に重ねてですね、一枚になっちゃうシーンっていうのを出そうと。そしたら以後はこのガンダムの盾が1枚に見えるけども、実はこれ2枚に分かれるんですよ。そして G ファイターに乗った時はこれが両側につくんですよというふうに言うと。これによってガンダムがこの G ファイターという強化パーツがついているくせに弱くなるというですね、この変な矛盾を解消することができるんですね。本当にご苦労様な設定って言うんですかね。今回ね、ちゃんとガンダムが発信して戦闘シーンに盾が本当に2枚重なるシーン書いてるんですよね。女スパイ潜入の回のアバンタイトルでもですね、アムロが全員の前でプレゼンして、ガンダムの右側がガラ空きになります。これをどうするのかというと、盾がもう1枚必要。そしてその盾をつなぎ合わせるコネクタの開発も必要だし、その補充部品も必要ですっていうふうに嬉しそうにですね、全員にプレゼンするシーンと、でそれを見てですね、開始伝がやってられないよって吐き捨てるシーンがあるんですけど、わざわざ本当に2話にわたってこの盾が2枚必要というのをプレゼンしてるんですよ。まあ真面目な人ですね。作画に無理がなく、設定的にも嘘がないギリギリというのを追求してるんですけどね。こういうふうにですね、スポンサーのですね、思惑を最大限取り入れて、良心的に、で、作品的に矛盾がないように、科学的、技術的に矛盾がないように見せるところが、この時代のガンダムの面白さなんですけども、ぜひぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではでは、よろしく。